こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。今日はですね、タイトルにも出ちゃってると思うんですけども、紋章級、最近挑戦してるんですけども、で皆さんにね、月曜日が一番やりやすいですよっていうふうに教えていただいて、先週の月曜日から、生配信で、マルチで、挑戦するのをやってました。で今日もね、夜のあれ私何時って言ったっけ、まあ、9時半頃だと思うんですけども、紋章、月曜の紋章を、皆さんで周回する生配信やるんですけど、やっぱねソロでもクリアしたいなと思ったんですよ。私今までソロでね超級クリアしたことがなかったんですよ。で私このない頭をフル回転して考えました。考えるに考えました。多分ね1時間はやってたと思う今日で完成したパーティーがこちら。こちら、あ、ちなみになんですけど、ごめん大事なこと言わせてた。ワンパンでクリア。そう、耐久とかではなく、ワンパンで私だってソロでクリアしたい。そう思い、作りましたよ、このパーティー。いかがでしょう？装備も珍しくめちゃくちゃ考えました。なるべく、奥義、早く溜まるようにと。で、この、ゲシュゼロに関しては、この、ボックスに持たせてるやつだけ、フル強化できてないやつです。残りの2つ、あれこの子なんだっけ名前、あ、そう、リオネと、ミリムに持たせてるのはフル強化、まあ凸はしてないけど強化済みのゲッシュゼロです。いやまさかね、なんかリオネをね使う日が来るとは。なんか最近結構私のユニット結構、あ、待って、みんな衝撃、リオネプラス振ってないわ、事件まあこれでもねワンパンできたということで、はい。でミリムと、そう、リオネに最近ね結構炎のユニットが充実してきてたんですよ。このなんだっけこの人、そう、ベニマルとか、あとは、あ、この人とか、タリスとかね、あとはもともといるんだけど杉本さんとか、まだね覚醒できてないんだけどリシュリーとか、まあ、結構炎が充実してて炎パ作れんじゃねえとかいろいろ思ったりもしてたんですけど、まさかねこのような形でですねワンパンパーティーを作ることができました。でもうね何回も何回もやって、もう装備変えたりユニット変えたりとかもうめちゃくちゃいろんなことして、やっとワンパンできたので、ちょっと今実際にやるんではなく画面収録してきたので、そちらを見ていただければと思います。どうぞ。我らが王に誓う赤き血を持って大義をなさる、マキアドライブ。それ、ドラクエ。私と遊びたいのか。
はい、いかがでしたでしょうか。ワンパンできてるよね。いや本当はね、どうしてもプラチナを使いたくて新装備入れたしと思って、入れた、うん、新装備交換したしと思って、だけどねプラチナ、私の手持ちではプラチナ、もちろんねプラチナ入れた方がブレイクもすぐできるし良かったと思うんだけど、ワンパンするには火力が足りなくて、なのでこんな感じでやりました。もしかしたらね、このゲシュゼロこんなに入れるんだったらリオネ入れないで、いやでもねやっぱりねこのね援護5を持てるユニットっていうのを優先的に選んだので、そうだね、本当はねミリムの火力で結構いいとこまで行ってたんですけど、あとちょっとっていう感じがあったので、リオネでちょっとバフをかけてとか思って一応このパーティーにしたんですけどね、わかんないですけどね、私が考えれた最大限のパーティーです。とりあえずねワンパンできたのすごい嬉しかったです。一人で叫びました。はい、ということでね、今はねちょっと月曜じゃない月曜紋章を、なんだろう、ソロでできるようになったんですけど、まあこれからはね他の曜日も、ソロでできるようになっていけたら嬉しいななんて思ってます。はい、ということで今日ね夜、体調もね元に戻りましたので、マルチで紋章級周回よろしくお願いします。はい、ということでよければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。